続きましてご来賓の内閣総理大臣安倍晋三様よりスピーチを賜りたいと存じます安倍総理よろしくお願いいたします北社長そして平田会長杉田日経経済研究センター会長 おきにこれより感謝を申し上げますアジア各国からお越しの私にとっての友人そして敬愛する皆様今夜はご一緒できて大変光栄に思います長い一日がやっと終わりあとは美味しいディナーだけという時にしなくてはならないスピーチぐらい難しいものはありません <laughs> 皆さんに早くやめろと言われないように気をつけながら少し 思うところをお話をしようと思います。先ほど、北社長から、明日の紙面に乗るようにというプレッシャーをかけられたわけでありまして、株式市場についてコメントすれば一面に出るわけでありますが、株式市場についてはコメントしないということになっておりますので、お許しをいただきたいと思います。アジアの未来を考えよう、毎年集まって未来を考えようというテーマと、 そしてその設定には振り返って先見の命があったと思います未来を望み理想を追い求めて教育に勤勉にと励んできたのが私たちアジアの子だったからでありますフィリピン近代化の偉大なヒーローホセ・リサールの言葉を2つ聞かせてください偉大な 理野に,に転がったままいかなる建物の一部にもならない石くれのようなものであるというのがその一つです。もう一つ私が好きなのは人の苗床となり太陽となるのは教育であり自由であるそれなしにはいかなる改革も 成し遂げられず何をやっても望ましい結果はもたらせないというものです日本にはホセ・リサールを慕う人たちがいましたその人たちは1961年日比谷公園に記念碑を建てましたその一角に1888年リサールが日本に来たとき倒宿した宿があった からでありますその後1998年には記念碑の上に立派な胸像が付け加えられています。教育を重んじ自由を願うアジア転がったままの石を少しでもなくそうとするアジアは今やミャンマーをアジアという名の一つの理想主義クラブに生じ出れました。 明日から私は妻の昭恵と共にミャンマーへ参ります妻はミャンマーで学校を作ることをライフワークにしていますからまた訪れることができるのを楽しみにしているようですさて20世紀のちょうど真ん中1950年の時点で世界の様子を 示した地図があります二つだけ丸がついていて、その丸というのはニューヨークと東京です。ニューヨークと東京だけといった方がいいでしょう。それは1000万人以上の人口を抱える都市が世界のどこにあったかを示した地図です。1950年には巨大都市というものはニューヨークと 東京の2つししかありませんでしたその同じ世界地図を2010年について作ったものを見てみると丸の数は実に11倍22箇所に増えています。22都市のうちアジアの街はどれぐらいだと思われますか南西アジアまで含めると12箇所に上ります。 世界巨大都市22のうち半分以上が私たちの地域にあります。このことは3つのことを私たちに教えてくれます。第一に、アジアの成長とは都市の没行が原因となり結果となるものだったということであります。第二に、都市生活者が求めるいろいろな事情が アジアでは急速に似通ってくるという事実です。よく整備された公共交通機関やコンビニエンスストアなど商業集積に対する需要はアジア各国において等しく見られる現象になります。また東京やソウルで流行ったものはアジア各都市でほとんど同時に人気を得るという文化的同一性。 同時性がここから生まれます皆さんには今更申すまでもありませんがアジアでなら2時間も飛ぶと全く違う国文化へ旅することができますそれでいてそこには都市生活者が作り出す若い文化躍動するライフスタイルという共通性同時性が生まれているのです 多様性の中の中統一です、まあ、けれども3番目に指摘したいのは私たちが抱える課題もまた急速に同一化しつつあるということです人間の数が多くて産業活動が集まる都市には水や空気の問題が生まれますインフラの不備という問題が出てきます貧富の差は ともすれば強烈な対象を見せますし感染症の温床ともなるといったふうにいろいろな悩みが都市化とともに発生してくるわけですアジアとはだとするとこんなふうに定義づけられるかもしれません都市の閲覧や躍動が互いを結びつける場所である 都市にまつわるあらゆる問題によっても、互いが結び合う場所である、これは私たち政治家にある使命を教えてくれます。経験を伝えるに寛容である、経験を学ぶのに謙虚であるという教訓でです。その教訓に忠実なななければならいないという使命です。 感染症の対策などは、格好の事例です。自国の国民が病気にかからないように努めるその努力が、感染症をよその国に移さないための努力にもなれます。都市化が成長させたアジアとは、そこに共通の問題があるゆえに、指導者たちを謙虚にします。ですから、アジアの未来とは、 学び合う未来だとも定義したいと思います経験を伝えるに寛容で学ぶに謙虚なアジアですそれを伸ばしていくことが私たち一国を預かる者の,の使命です今年私はジャカルタを訪問し5つの原則を発表しました補正リサールの言葉ではありませんが 教育と自由がその根本にあります。我が国はかつて多くの国々とりわけアジア諸国の人々に対し多大の損害と苦痛を与えました。そのことに対する痛切な反省が戦後日本の原点でした。そして過去64年、 私の国は自由と民主主義基本的人権法の支配を堅固に守る国柄を生まず絶えまず育ててきたのでありますしたがいまして五原則の第一とは思想表現言論の自由人類が獲得した 普遍的価値は私たちの地域アジアにおいて従前に避ばわねばならないというものです第二の原則とは私たちにとって最も大切なコモンズである海は力によってではなく法とルールの支配するところでなくてはならないというものでした第三に日本は自由でオープンな互いに結び合って あった経済を求めるということですが我が国はマルチの経済連携枠組みへの加入を試みることでこれにもっと拍車をかけようとしています第四が文化のつながりを増やすことそして第五がジェネシス2.0といって3万人の若者をアジア諸国から日本へお招きする プログラムのことです以上の5つでしたこの4番目、文化のつながりを増やすという決意について、一つプレビューをご提供します。私は今、アジアの新文化創造へ向け、日本は何をなすべきか、有識者に集まってもらい、お考えいただいています。融合と調和という危機コンセプトを 打ち立てててもらっていますその結果を今年の12月 ASEAN 各国から指導者の方々にご参集いただいて開催する日 ASEAN 特別首脳会議の際に発表する予定です日本とアジアで学び合う未来をつくるため新しい文化交流の政策を打ち出すことになるでしょうどうかご期待をください 私はこのスピーチをアジアとは未来を見つめ教育を重んじ自由を希求して理想をめかって歩き続けてきた人々の集まりだと規定しお話しし始めましたその時密かに思っていました日本こそはその最初のファウンダーだったはずじゃないのかということです私がこの度、 総理に改めて就任して以来、経済の再建に全力を注いでいたわけをお察しいただきたいと思います。不況は人々をうつむかせます。中でもデフレは、人々の希望と期待を直接結びまむ病気です。これが慢性化すると、国中から楽観主義者がいなくなります。未来を 明るく望み見る人が日本からいなくなってしまいます若者は結婚しなくなるし未来を担うべき赤ん坊の数も増えません私は思いましたアジアの国々で若者たちは未来の可能性を信じて前進しているまさにその時日本の同世代だけが いつまでも俯いていていいのだろうかということです同時に思いました将来を悲観し内へ内へと閉じこもる日本人を育ててしまうならそれは世界に対する責任の放棄になります一国のリーダーに決して 許されないいことだとだ思いましたそもそも日本は縮み込むには大きすぎる国です欧州で比べるとドイツと英国を合わせたより少し大きいくらいのサイズが日本ですだとすると日本が経済的に縮んでいくことはみんなに迷惑をかけてしまいます先ほど私は アジアにとって大切なコモンズである海を法とルールの支配する場所として保つべきだと言いましたしかしそのための努力を各有私たち日本が十分にできていない事態にもなりかねませんこんなことではいけないそう思ったことが私に危機感を与えましたもう一度日本は若く 活力に満ちたアジアの元気なメンバーにならなければならないかつての自分を取り戻さなくてはならないと思ったのが一つそして世のため人のため善を成し徳を積むためにも頼りにされる日本を取り戻さなくてはならないと思ったのがもう一つの動機でしたそれが今世間で言う アベノミクスを私が一気火星にやりたいと思った大きな理由でありました。これまで私自身何度か紹介した歌なのですがもう一度紹介させてください。「桜よ」という歌です。日本を震災が襲った2ヶ月後の2011年5月、ジャカルタに 500人近いインドネシアの学生が集まってこの歌を熱唱してくれました日本語でミュージカルを演じる学生たちが新作演目のために作って用意していた歌でしたそのもともと日本語の歌詞に震災を受けくじけそうになっている日本の人たちを励まそうと次の言葉が新たに加わりました 何かを失う寂しさ諦める悲しさでも春は来る来年もその先もずっと先もそして歌は言うのです桜よ咲き誇れ日本の真ん中で咲き誇れ日本よ咲き誇れ 世界の真ん中で咲き誇れ私は初め驚きそして深く感動しました驚いたのは500人の合唱のその力に対してです日本語でインドネシアの若者が日本に向け懸命に歌ってくれているというその事実自体に対してでしたそしてもちろん感動しました 世界の真ん中で咲き誇れと、日本のことを励ましてくれる若者が、アジアにいるのだということにです。戦後の私たち日本人の歩みは、このような善意を育てていたのだと、改めて知り、深く、交尾を垂れ、襟を垂らしたい気持ちになりました。ご参集の皆様。 私の役目とは日本をこの歌にふさわしい未来を向いてもう一度力強く歩いていける国にしていくということであります。県卵そのものの多様性の中都市居住者が育てる共通の思考共通の文化によってダイナミックな融合を遂げつつあるアジアにおいて活力あるメンバーとなるよう日本を生まれ 生ままれ変わらせることであります学び合い、自由を重んじ合うアジアという名の理想主義クラブにおいて、おごらず、いばらず、しかし、靴にも、偏京にもならない、経験を与えるにして寛容、学ぶにして謙虚な一員となるよう、日本人と日本をもう一度元気にすることなのです。 最後はちょっと決意表明みたいになってしまいましたが、直前市の代わりにはならなかったのかもしれませんが、これでおしまいであります。えー、でもまだボナペティではありません。それをおっしゃるのは米倉会長のお役目であります。それでは米倉さんどうぞ。ご清聴ありがとうございました。安倍総理、ありがとうございます。